番いいなって思ったのは、やっぱりその外部から先生が来てくださっていろんなセミナーがあるっていうのと、まあ病院全体でなんかいろんなこと学んでいこうっていう雰囲気がすごいあるなと思って、新人獣医師に対して、まあ、月1回上の先生と軽い面談みたいなのをして、ここを今月できたね、じゃあ次の月どうしようかなっていうのとかも相談できてるので、まあ安心してできるかなとは思ってますね。もともと探してたのはエキゾチックとかもやってる病院がいいなっていう、まあ、何か所かそのエキゾチックを見てる病院を見に行ったんですけど、そのエキゾチックだけじゃなくて犬猫もある程度勉強はしたかったので、しっかりやれる病院で困ったことがあった時に何かすぐ聞けるような病院っていうところでちょっとここに決めたとか、なんかすごいいい雰囲気だなって思います。それこそ獣医師同士も相談しやすい仲だし、看護師さんとの関係性もいいのかなって感じてて、楽しいなとは思ってます。新人としては分からないことが多いから聞かなきゃいけない場面が最初は多いんですけど、そういう時に聞きやすいっていうのがなんかその雰囲気を表してるのかなとは思います。自分も雰囲気は一番見てたところではあるんですね。皆さん優しいので、やっぱ充実してて学ぶことが多くて楽しいなと思ってます。まあ、徐々に点滴とかから入っていってるんですけど、どんどんできること増やしてもっと入っていきたいなっていう気持ちはあります。循環器特進は特に興味あるところなので、いろいろ疑問が湧いたりとか楽しいですね。エコー当てたりとかも時間あったら指導してもらったりとかもしてるんで、まあ、最初は本当に簡単な症例、ちょっとずつそういう重症の子も自分の診察でやるようになって、自分が初めて見たすごい重症な子で尿管閉塞、どんどんその症状が悪くなっていっちゃうし、いつ死んじゃってもおかしくないくらいに悪化しちゃってたので、その時もいろんな先輩に声かけて、腹膜透析だとかそういうこともなんとかしてやってもらってっていう感じになって、それで今元気になってくれてるので印象には強くなかった今日は、ウサギの耳の静脈に留置針を入れるに来ました。なんとかなりました。思った以上の速さで成長してるっていうふうに言われます。結構自分が思ってた以上に勉強できてるかなっていう感じがしてます。セミナーの数もどんどん増えてきたりとかしてて、最近救急とかも始まったりとかして、やっぱ充実してて学ぶことが多くて楽しいなと思ってます。お休みが 100% 今のところ希望を通ってるっていうのもあって、その私生活の方もいろいろ計画立てやすいっていうのと、勤務時間についても昼もちゃんと取るようにとも言われてますし、取らせてもらってますね。実習行った時に1年目とか2年目の先生とかにちょっと聞いてみるっていうのもいいかもしれないですね。いっぱいいろんな病院見てくださいっていうところですかね。幸せな自分で卵巣に関して、まずは卵巣もそうだけど、で検査データ的に肝硬変で、これは肝細胞障害、なんか大体の日も見られなかったので、もう全然出席。じゃあパラディア、こちらにの使い方が一般的なので、その方が明らかに小さくなるっていうのが、国内の分子が反転移してるそうで。
日中にも誰もいるね。峠坂っていうのはピークの前に出てくる。動物病院がうちのスタッフを凌駕して、そしたらこの患者にとって今酸素絶対必要ですから、そこからそこから下がる可能性を秘めているのか。組織が動かないようにその中を針だけが進む。でその4分の3分の1の針がもし2個だったら1が浅いっていう。